鹿児島県の加計呂麻島、奄美大島の隣にあるんですが、加計呂麻島に来ています。ここは第48作目トラジロシリーズの最終作なんですが、トラジロ紅の花という物語です。この島にトラさんと朝岡瑠璃子さんを扮するリリーさんがですね、二人で生活することになるんですね。この48作目撮影中ですね、リリーさん演じる朝岡瑠璃子さん、具合の悪そうな渥美清さんの姿を見て、もしかするとこれはもう最後の作品になるかもしれないという、そんな感じがしたっていうんですね。そのために山田監督に、最後の作品になるかもしれないから、トラさんとリリーさんを一緒にさせてほしいとお願いをしたというんです。ですが、山田監督は、節目の50作までは作りたいという思いがあったそうなんですね。それで、願いは叶えられなかったということです。そしてこの作品がトラさんの最後の作品となりました。